女さんの宮のご公家の翌年の春明石姫と東宮の間に巫女が誕生しました姫はまだ13歳という若さですのでみんなとても心配していましたから無事出産の知らせに一度胸をなで下ろしたのでした生まれたのは男の子やがては帝の位を継ぐであろう巫女の誕生ということになりますから 源氏の君の喜びもひとしおです。原文で読みましょう。おとどが源氏の君、たいの上が紫の上です。弥生の十四日のほどに、平らかに生まれたまいぬ。かねては、おどろおどろしくおぼしさわにしかど、痛く悩みたもうことなくて、おのこみこにさえおわすれば、限りなくおぼすさまにて、 お,おとどもみ心おちいたまえぬ。たいのうえもわたりたまえり。しろきおんしょうぞくしたまいて、ひとのおやめきて、わかみやおつといだきていたまえるさま、いとおかし。みずからかかることしりたまわず、ひとのうえにてもみならいたまわねば、いとめずらかにうつくしと思いきこえたまえり。むつかしげにおわするほど、 絶えず抱き取りたまえば、誠のおばぎには、ただ任せたてまつりて、ん湯殿の扱いなどをつこうつりたもう。紫の上が白いお召し物であったことが書かれていますが、当時は産出の長度はすべて白、産婦もお世話する者も皆身につけるものは産後、 ここの山で白とする風習がありました。ここに書かれているように紫の上は大喜びで、まるで本当の自分の孫であるかのように若君を抱いて話しません。実の祖母である赤子の君は赤ん坊を紫の上に任せて、自分はうぶいを使う手伝いだけをしたとあります。赤子の君の一歩下がって、 目立たぬように振る舞う態度は周囲の誰もが褒めたのでした。そして紫の上もこの可愛い若宮と関わる中で明石の君に一層の親愛の情を持つようになったのでした。原文です。恩方が明石の君です。恩方の見心を着ての老老軸気高く大度かなる者の,の 去るべき方には卑鳴して、くらかにも受けばらぬなどを褒めぬ人なし。パの上は、魔法ならねど、見えかわしたまいて、さばかり許しなくおぼしたりしかど、今は宮の恩徳に、意とむつましくやんごとなくおぼしなりにたり、地後美しみたもを見心にて、甘がつなど、恩手図から作りそそくりおわするも意とわかわかし、 明け暮れ、この恩貸し好きにて過ごしたもう。紫の上は雨がつ。これはお人形のことなんですけれども、それを手作りしたりもして、若宮のお世話に明け暮れる日々を過ごしたのでした。それから5年の歳月が流れ、レイ,ゼイテ帝イは在位18年にして退位されることになりました。そこで、 赤し姫、今は赤しの女吾と呼びましょう。その赤しの女吾の子、紫の上が抱き回していたその子が東宮の位につきました。まだ6歳ですけれども。源氏にとっては、孫が次の帝になることが確実になったというわけです。源氏の君は46歳。 紫の上も38歳になっています。女さんの宮の五硬化から6年が過ぎましたが、それなりに六条院は安定していて、紫の上の地位が危ぶまれるようなことは起こっていません。それでも、紫の上は漠然とした不安を抱えています。そんな不安から逃れたくて、出家を考えるようになったのでした。原文です。 姫宮とあるのが女三宮です。姫宮の恩ことは、帝、御心とどめて思い聞こえたもん、大方の世にもあまねくもてかしずかれたもんを、台の上の恩勢いにはえまさりたまわず、年月降るままに恩中糸わしくむつび聞こえかわしたまいて、いささかあかぬことなく、 隔ても見えたままぬものから。今はこう、王像の住まいならで、のどやかに行いをも、となん思う。この世はかばかりと見果てする心地する弱いにもなりにけり、去りぬべき様におぼし許してよ。と、まめやかに聞こえたもおりおりあるお。あらまじく辛きおんことなり、自ら深きほいのあることなれど、 止まりて想像しく覚えたまい。ある世に変わらん恩ありさまの後ろめたさによりこそながらうれ。ついにそのこと、なんのちにともかくもおぼしなれ。などのみ妨げ聞こえたもう。このことは言い出しにくくて長い間心の内に止めていたのですが、ある日意を決して願いを口にしました。 けれども、源氏は、とんでもないこと、と取り合おうとはしません。自分の方こそ出家したいという思いを長年抱えているのだけれど、あなたが後に残っていろいろ辛い思いをなさるだろうと我慢しているのですよ。いつか私が出家したなら、その後であなたもそういうことをお考えになったらいいでしょう。という返事でした。 この後も何度かこの願いを口にしますが、結局許してはもらえなかったのです。この年の10月の末、源氏は住吉詣を思い立ちます。赤の女子の巫女が次の帝となることが確実となったことから、元旗たしのお礼と赤の女子の将来の幸運を祈願するためのものでした。 この住吉三景に、源氏の君は紫の上も連れて行くことにしました。これまで、都の外に出たことのない紫の上にとっては、生まれて初めての経験です。もちろん、海を見るのも、生まれて初めてのことでした。その時のことを少しだけ原文で読みましょう。よひとよ。 遊び明かしたも、二0日の月遥かに過みて、海の表面白く見え渡るに、下の糸こちたく起きて、松原も色まがいて、よろずのことそぞろ寒く、面白さも哀れさも立ちそ添いたり、体の上、常の柿根の打ちながら、時々につけてこそ、今日ある朝夕の遊びに、耳振り、目慣れたまいけれ、 どよりとのものみおさおさしたまわず、ましてかく都のほかのありきはまだ習いたまわねば、珍しくおかしくおぼさる。墨の絵の松によぶかく奥しもは、神のかけたるゆうかずらかも。紫の上が読んだ歌は、 住吉の松に夜明け前に置いた霜は神様のおかけになった夕かずらでしょうかという意味で、夕かずらとは構造の皮の繊維から作った白い糸状のもので作ったかずら。神事に際して神主が頭につけたものです。この住吉への旅は紫の上にとって日頃の様々なことを忘れさせてくれる。 素晴らしい気分転換の機会だったことでしょう。その同じ年、帝になった女三宮の兄が、父の須作院の意を組んで、女三宮の巫女としての位を上げるという出来事がありました。源氏は帝や院への心遣いから、女三宮を大切にしている形を示さなければなりません。 そういういわけで源氏の君は心ならずも紫の上に寂しい思いをさせる夜が増えたのでした原文で読みましょう「日本に成りたまいて御譜など勝る」「いよいよ華やかに御勢いを急ぐ」「胎の上各年月に添えて方々に勝りたまう御覚えに我が身は」 ただ一ととろの恩もてなしに人にはおとらねど、あまりとしつもりなば、その見心ここばえもついにおとろえなん。さらんよう、見はてぬ先に心とそむきにしがな、と、たゆみなくおぼしわたれど、さかしきようにやおぼさんと包つつまれて、はかばかしくもえ聞こえたまわず。うちのかどさえ見心寄せことに聞こえたまえば、 愚かに聞かれたて祭らんもいとおしくて、渡りたまうこと、ようようとしきようになりゆく。さるべきこと、断りとは思いながら、さればよ、とのみ安からずおぼされけれど、なお、つれなく同じ様にて過ごしたも。東宮の恩差し継ぎの女一の宮をこなたに取り分けて貸し付きたて祭りたも。 その恩扱いに何、つれづれなる恩よがれのほども慰めたまいける。次第に勢力を増す女さんの宮のありようを当然のことと思い、これ以上惨めな思いをする前に何とか出,出家させてほしいと思うのですが、強くそれを言うことも遠慮されます。源氏の君不在の夜夜は、 手元で育てている、赤しの養護の産んだ女の子の相手をして、不安を紛らわせるのでした。この頃、源氏は須作院が女さんの宮に会いたがっておいでと聞いて、ちょうど翌年が院の五十の我に当たることから、そのお祝いに女さんの宮を参上させ、そしてその折に宮の 金の琴の腕前を披露させて、陰を喜ばせようという構想を立てました。祝賀の会を春にと予定し、冬の日々、毎晩、毎晩、源氏は宮のもとへ出かけて琴を教えます。それを伝え聞いて、明石の女子は羨ましがり、紫の上も、 宮の金を聞かせてほしいと、源氏の君に頼みました。そこで源氏は、院の我の前に、六条院で女学の遊べを持つことを計画したのでした。その、華やかな音楽会の話は、次回に回しましょう。